2012年4月、京都祇園の繁華街で暴走した軽ワゴン車が交差点に突っ込んで歩行者を次々と跳ね、7人が死亡、12人が重軽傷を負いました。車を運転していた当時30歳の男も死亡し、持病の転換の発作が事故の原因とされています。事故から11年の今日、現場近くの寺で法要が営まれ、地元住民や保育園児らが参列して犠牲者を悼みました。東山区は特に観光客が多いですから、やっぱり事故のない世界にしたいですね。事故発生後、現場には車道と歩道を隔てる車止めが設置されるなど、安全対策が進んでいます。